あーもうやばい。いや違う入りキモいって。違う、もういい。何あのその話聞いてほしい女子大生みたいなさ、俺自分から言うの。話聞いてほしい女子大生みたいなさ、イメージしてやったんすよ。ちょっとね、別にそのあーやばいやばい、もう大変、どうしよう、やばいやばい。え、どうしたの。話聞いてほしい女子大生に話聞いてくれるやつだ。めんどくさがりながらも、まあ分かっているけども。周りはそのまあまたあいつ始まったよって思ってんだけど、あなただけはそう、その空気も分かりながら、でもこいつほっとくとまためんどいからって話しかけてくれた人やってたんでしょ、うん、今あなたはあなたね。で、どうしたんだ、困った感じがして。でさあでめっちゃ喋り出すやつね、話さないやつね。俺分かんないけど、大学友達いなかったから。あ、俺も大学行ってない。俺大学行ってない。何の話なんだよ、じゃあこれ。架空のね。いや、ハルト君、ハルト君ってか、まあ皆さんもそうなんですけど、なんか俺らに関わる話。いや、関わるっすね。ちょっと関わるっすね。すねーやめてほしい。すねーやめてほしい。いや、ちょっと今ロキちゃんね、絶賛ダイエット中で。あ、まあね、聞いてるというか、一緒に体験してるというか。あ、一緒に体験してる。あ、違う、あなたの中で、そう。ということ、俺、あなたに八つ当たり散らかしてる、もしかして。八つ当たり散らかしてるわけじゃないけど、なんか、なんかな、うん、もう、そのストレスがちょっとずつこっちにも。来そうな予感が。え、ちょっとその話になるんだったら後で聞かせてほしいけどさ、うん、なんかそのまあ今撮ってる、うん、あともうこの土日にさ、撮ってる週のこの土日に結婚式があるんですよ、うん、友人の、まあね、で俺仙台まで行かなきゃいけなくて、うん、でまあちょっとね、やっぱお恥ずかしいことに、うん、スーツがやばいんですよ。でもあるあるではあるよね。あるあるではあるでしょ。そうよく言うじゃん、昔の服出したら入りませんでした。そうなんでダイエット始まるって。まあいつも俺自覚をやってるからさ、あなたはたまに俺のスーツ見ると思うけど。あ、そうか。あれはちょっとスーツじゃないのよ、そのチノパンみたいなやつ入ってて、黒いごまかしチノパンみたいな。へえ。だから全然余裕なんだけど、なんかこの前それこそネタでさ、ガチスーツちょっとチラッと履いてみたら、いや別に着れんのよ、うん、着れるんだけど、着れるし、多分座ってんだから全然楽なんだけど、その、あん中でその、まあ一次会二次会ってある中で、行き来するにしては、ちょっとその、元取れないんじゃないかっていう。元？あ飯で飲み食いで元取れないぐらい。割り勘になった時に、自分だけめちゃくちゃ食うイメージをした時に、元取れないと思った、うんうんうん。そう。お前。そこから改善した方がいいよ。そっから、うん、まず入る入らんじゃん。見た目どうこうじゃなくて。うん、考え方。だからまあ、その、ね、先週の金曜日ぐらいから、まあ、正味1週間ですよ。うん。もう、どぎついダイエットしてて。らしいね。まあ、僕からしたらですよ。その、まあ、飯をマジで、飯っていうか、少なくとも、うん、もう炭水化物はマジで口の中に入れないっていうダイエットしてて。え、それマジなの？いや、マジよ、それは。入れてない。入れてない。パン、麺、うん、ご飯よ。あ、そうね。入れてない。入れてない。ご飯も？ご飯は入れてる。は？でも普通の。バリバリの炭水化物じゃねえかよ。でも、何が？きっといつもは俺、うん、1日で、うん、まあ何もない日というか、1日で米だけで済ますんだったら、うん、多分、米換算で1日4合とか食べるんだよ。うん。なのに、うん、今はマジで、うん、マジで、これはマジ。うん。まあ、食わない日もあるし、うん、食っても 0.5 合、うん、だから米はだから、そのどこがその一切入れてないの。入れてるやん、 0.5 はそのじゃ分かるよ、一粒でも入れてないのがいいっす。そのだからダイエット甘いんだろうね、自分に。あ、こいつありがとう。日本語教師、国語の教師、お前ずっと外国人に日本語教えるあのスクールの教師。いや、そんな。めんどいな、こいつ。めんどいわ、こいつマジで。日本語難しいから、ね。そう、俺も日本語の沼にハマってるだけは、その一切の使い方を間違えてしまったっていうだけ、俺は。あ、まあまあ。感覚としてはね。でも、本当に分かってほしいのは、これマジできついのよ。いや、きついと思うよ。いや、本当に、しかも炭水化物大好きな人じゃん、俺なんか。いや、そうね、麺。ね、パンは、まあ、パンも好きか。パンも好き。ご飯も好き。でさ、あなたと最近さ、うん、まあ、二郎系のラーメンみたいなやつ行くとさ、うん、もうあなたはもう野菜とか、野菜マシマシとかもするじゃん、普通に。うん、俺もう最近野菜少なめで、麺を多めにするじゃん。あのね、食べ方、ね。そうそう、野菜食うなら麺食いたいって思っちゃってんだよ。だから例えば、ね。じゃないよな、ここは。そう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 。まあまあまあ、そう。でもまあ、紅葉としてはそんなに嫌な気持ちにはなってないのよ。その、あ、もう麺損したなって感じではないから。うん、でも、そんぐらい、いや、なんていうの、炭水化物好きなやつが、うん、ラーメンもマジで行ってないし、ここ1週間、うん、外食もマジでしてない1週間何1週間金曜日からよ、それ。あ、まだ1週間
行く先週の、うん、で今週何曜日、今何日、お水曜日、まだ1週間経ってねえじゃねえかお前、何が1週間だよ。でもあなた先週覚えてると思うけど、俺日曜日ぐらいで発狂してなった。おい、やばかった。もうやめたい。初日がもうきついって言ってたじゃん。初日はきついって言ってた。初日はきつかった、マジできつかった。でも耐えて今水曜日なわけでしょ。そう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 、これ無理よ。でどう、俺今見て見て、いやこれがね、うん、本当にわかんない。でその痩せてる感じもすんのよ。あとってその気痩せするじゃん。まあそうね、だいぶ。だからそれがね、本当顔をシュッとした気もすんのよ、うん、これね。だけど本当にわかんないこれ。俺それ大学院のね、うん、同期の引き戸くんに言ったら、うん、あーそれいじられてるねって言われたけどね。俺、あ、本当、じゃあ変わってないんだ。じゃあ変わってないんだよ。いやだ、俺も目がおかしくなってんだと思う。それこそ引き戸くんなんか、俺ダイエット始めたの知らなくて、うん、ツイッターで知って、うん、久しぶりにその4日目ぐらいに会ってるから、うん、月曜日とかに会ってるから、うん、あので結構あんな時会ってるから、うん、本当に変わってないんだろうね俺。あ、じゃあ4日ぐらいじゃなんだ。4日ぐらいじゃなんだと思う、さすがにこの断食ダイエット。まあ軽くなった感じもあんの、あんた。いや、それはある。あるんだ。軽くなったか、だからその健康的には良くなったんだろうね。おお、間違いなく。あとそのやっぱどれだけ不健康だったかっていう、うん、とあと、うん、なんか俺今までだからさ、そのありえないぐらい米食ってたじゃん。そのおにぎりもさ、すごいでかいの2個とか持ってきて食ったじゃん。爆弾のレベルじゃないよね。そうそうそう。でその他はまあマジで食わなかったじゃん、うん、っていうのをやってた。そうか、食わな、全く。いや、ちょ、全くだね。ちょ、待って。全く食ってなかったけど。何ご飯と一緒に食べてたんだよ、ずっと。あー、百郎のファミ、あの、チキンとか。百郎の、あの、メンチカツ。カツとか。とか、あとファミチキン。どこが全くなんだよ。飯だけのやつが全く食ってないって言うんだよ。でも全くの時期はあるんだよ、本当にね。ふりかけだけの時もあるでしょ、たまに。まあまあまあ。だから、俺マジで米に飽きてたのよ。あー言ってたね。言ってたでしょ。もう米食いたくない。そうそうそう、うん、ね、今食いたくてしょうがないもんね。山ほど山ほど食いたい。あの米でいいから。じゃあこの話もちょっときついんだ。きつい。死んで。二郎のさ、うん、あーやめた。その話、二郎って言葉だ。正直さ、油がえぐいとかあるじゃん。あー来たー。何今一番食いたい。でもたこ焼き、お母さんの唐揚げ。本当にそれは。え、本当に。それ本当に。こんなお腹空いてて一番食べたいものって、やっぱ人生っていうか死ぬ前に食いたいものかもしれないじゃん。ってやった時、お母さんの唐揚げなんだ。いや、お母さんの唐揚げ別にいいだな。え、そのお母さんの唐揚げっていうスーパーで売ってるやつ。いや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 、うん、いやもう二郎もう油だけでいい。究極なディブ。油も麺も別にその茹でただけでいいし、麺茹でただけと油、うん、もうその野菜もいらないし、チャーシューとかもいらない。油と油と麺、茹でただけの麺でいいから、そんなに頼むかもしれないっていう。あ、今ね、もうやばい、もうこんな。でも食ったらいいじゃんって言うじゃん俺は。うん、いや、そう、食ったらいいじゃんが怖いのよ。だって自分でやり始めて、うん、その限界限界よって、うん、食ったらいいじゃん。あ、でもめっちゃごめんなんだけど、うん、え、昨日ビザートカフェに行っちゃった。あー、いやもう全然それしょうがないんじゃん。あ、本当に糖分を、糖分をそいらない糖分を、うん、その摂取したんだ。摂取した。それよりその、うん、油食いたかったの。油食いたかったのに、あれだったらマジ油食いたかったもん。遠のきました。遠のいた。あれのせいからか分かんないけど、なんか昨日から、うん、なんかちょっと、うん、不健康に戻った感じがあるの。ある。すごい感覚。どうなってんの俺から。だからもしかしたら俺この1週間、うん、だから本当に結構イライラしてたかもしれないと思って、うん、普通に。ああ、まあね、少なくとも研究室ではね、あ、イライラしたんだ。うん、で誰もいない時はもう爆音で、うん、そのなんか大食い系 YouTuber みたいなのの垂れ流ししてて、やば。あと俺大好きなのが、うん、そのキャンプ飯作る人。あ、いただきまーす。あ、そうだ、いただきます。あの、まず、網網のりんじくさんとかやって、そう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 そ
やばい。あれやばい。で、なんか、もうわけわかんない料理作ってたもん。なんか、覚えてないけど、それ本当にうまいみたいな飯も作ったりしてて。あの人やっぱ必要以上に
わさびつけたりするから、そう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 、絶対辛いっていう。マヨネーズ冷める時あるし俺ですら行っちゃったっていう、ああって俺ですらね、俺ですら、誰うまそうなのに、誰うまそうなのにマヨネーズで内心しちゃったみたいな時あるし米使い回しかなっていうぐらい、その飛び散ってる時あ、そう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 めちゃめちゃいいし、お前意外と YouTuber の話できるな、お前と意外と、あ、そう俺見るからあれ、あ、そうなんだ、普通に食っててもうまそうやあれ、あだからね、やっぱ食ってない時見ちゃダメだって、確かにそうだね、でもそれだけで満足できるのかなと思って見んだけど、うん、まあ、全然無理なんだろうねそれは、ああなるほどね、いやだから、いやそうなの、いや頑張ってます、今週でも日曜日過ぎたらまた食える生活には戻るってこと、戻ります、でもよりリバウンドみたいので太りすぎ、今体重何キロとか測ってない、いや体重計ないんだよね、私ただいやそれ見たかったらどんぐらい減ったか、まあ、そうね、あ確かに、でもあなた言う通り、あなたにこのあの彼にアドバイスもらってサラダチキン自分で作ってみたんよ、あ言ってたね、マジで安い、ただ安いよなあれ、本当にあなた言う通り2キロで1000円で売ってたりしたのよ、うん、それをもうまあちょっと大変だったんだけど、うん、もう炊飯器にジッパーで、うんうん、もう本当にジッパーにその入れるだけ、ジッパーに鶏肉入れて、あとお湯張った炊飯器にもうぶち込むだけで、もうちゃんとその蒸し料理になって、そうね、でもあなた味付けした方がいいって言われたけど、うん、ちょっとカロリーになるなと思ったし、あと調味料もうちにないのよ、うん、料理しないから普段はちゃんと、うん、でも蒸し料理しただけでもちゃんと食える、もう淡白なそのうまさがあって、あれとご飯だけで淡白なうまさってお前うまくねえよあれだけじゃん、普通の人は、いやうまいよ、ちょっとお腹空いてるからよ、あそっか、だってあれ味しなくて食えないっていう人もいるレベルよ、え、そうなの、あれをチャーシュー、塩湯とかで味付けしてやってくるみたいな、あ、そうなんだ、もうそんぐらいお腹空いてるってことか、チャーシュー鶏じゃないだろ、あ、鶏の時もあるけど、そう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 、鶏チャーシューね、確かに確かにあるけど、確かに、まあ、チャーが言わないのか、シューが言わないのか、チャーチーとか言うよな、チャーチーって言うよな、確かに、あ結構インテリの話だな、いつになく YouTuber の話とかなんか、まあまあまあ、我々はだからそう、なんかあなたに迷惑かけたら申し訳ないけど、そんなことなかった、別に、いや別にまあそう、あなた常にイライラしてんじゃん、食ってもイライラしてるから俺そうなの、そうだから俺はそんな被害はなかったけど、じゃあごめん、ね、でも楽しかった俺は、なんでいや、やっぱ苦しいけど苦しいでもだから必要以上にやっぱラーメンの話出したりとかそうだね、あなたは必要以上に出したり、楽しめた1週間ではあって、あ、お前そういう楽しみ方するもんな、俺のこと、いやそうそうそうちょっとお前入ったかな今音、へ、普通にへね、普通のへ、普通のへ、いや楽しい1週間でしょ、いやだからちょっとまああとたまにやってほしいんだよね、まあそうだね、とかこれをやって、まあ、確かに確かに、その、まあ、週1チートデーとか作ってやってったら、うん、もうどんどん前なんか綺麗になるよ、本当に綺麗だね、だって素材がさ、うん、そのネズミ、そのダイヤなわけじゃん、ネズミ、ネズミっていうか木炭、あ、まあ燃料になるってこと、まあ、そんないい意味ではないけどってことね、まあ、ちょっとねちょっと落ち葉みたいな、その新しいの作んなくていいよ別にダイヤモンドの代わりになるやつ、ダイヤモンドの代わりになるやつ作んなくていいよな、ショックだわ普通に、センスもないし、センスもないしピントも来ないし、まだこのまま続けてほしいなって思いますよ、続けるのでも無理だね、え、でも定期的にやりたい、あーなるほど、わけわかんないって定期的に、あ、でもそうだね、週1中、まあ週1絶対多いけど、チートデイ、でもまあめちゃくちゃ毎度チート食った時それ楽しい、そうだろうな、いや本当に、じゃあちょっとその食った報告もしたいこのラジオで、あー作りましたって、いやそうそうそう、世界一うまい飯をね、世界一うまい飯を考えるよな、だってさ、考えるね、何食うかは、ちょうどねもう明日明後日残ってるけど、違うよ、だって結婚式がファースト飯になるわけか、じゃあ、あ、じゃあ最悪じゃん、結婚式の飯なんてどうせ、ああ確かにな、当たりの結婚式ないか、仙台式、あ、仙台駅に5時に着くのよ朝の、うん、はいよ、何時、あ、夜行バスあ、夜行バスか、安いからって友達として行くんだけど、もうそこで5時に降りて結婚式までに何か食べるってのもありかな、あり、あ、めちゃくちゃありなんじゃん、体調さえ良ければね、その夜行バスで、そうね、そこだな、確かに牛タンなんかえぐいんじゃん、さすがに朝5時から牛タンやってねえよ、いやだからちょっと待って、ああまあそうね、ああそうな、確かにとか、いいね、ちょっと報告させていただきます、ありがとうございます、なんでよろしくお願いします、はい、あ、ちょっとこれだけ、ちょっと木金あんのよあと、うん、あね、木金あんだけど、ちょうどねもうサラダチキンはねつきます、作った分は、あ、今日で、ね、今日明日で、明日の分も十分に食えるようになって、うん、こっからどうするか、ロキちゃん、水だけとかね、わかんないよ、追い込むね、追い込むかもしんないから
なんで本当に最高の飯食いたいんで。うわすげえいいな。ちょっと今日も始めていきましょう。はいはい、行きましょう。せーの、ちょっと待って、僕らは歩みを止めないラジオ、スイカ。ということでね、スイカというワードが出ましたけど、そうそう、このワードをその書いたハガキをロキちゃん家に送れたら、うん、視聴者プレゼント。何よ、スイカを。いや違うよ、なんだ、あなたはサラダチキン。いいのあれ、うん、いいの、ひとかけら怖いって、他の人に迷惑かけんなよ。その間違って、ちょお前がスイカって言うからだ。いや、そのラジオ聞いてたら、うん、俺もやっぱもう忘れてんだよ、ラジオずっと撮ったやつ全然。いや忘れてる、うん、でなんか渋谷くんが、うん、サディスファクションの渋谷がいるじゃん、うん、なんかあいつちゃんと YouTube やってるらしいよ、なんかちゃんとやってる。でなんか俺らの YouTube にコメントしてくれてて、うん、なんてで今回上がったやつよ、あ誕生日の話したやつ見てくれたって言ってたね、うん、99点ってコメントしてくれて、うん、俺わけわかんなすぎて、うん、うるせえ黙れみたいなコメント開始したでしょ、やば、うん、で Twitter でも、うん、もうね6年ぐらい YouTube 稼働させてない、うん、あいつに、うん、あいつからコメント返ってきましたと、うん、でコメントが来ましたと、うん、あと一体何だったのか教えてほしいですっていうやつやって、うん、俺その後のラジオ聞いたよ、自分たちのラジオ、うん、どうなんだったっけ、うん、って言ったら99点って言うと、もうあなたも覚えてないと思うけど、俺が言ったんだっけ、そう、うん、誕生日プレゼントだよっていう、あなた99点っていう誕生日プレゼントっていうくだりをちゃんとやってくれてたみたいで、うんうん、全然それ黙れてるね、俺も全然分かってなくて、あと言って何だったのか教えてほしいですとかじゃなくて俺に聞けよ、俺に聞けよっていうだし、なんか YouTube もよくよく見たら、うん、ショートめっちゃ投稿してたし、うん、俺が全部間違ってたんだよね、だから、うん、あ、そう、収録最近投稿してるわ、え、そうなの。で、その時に、うん、聞いてよかったなと思ったの。俺は、これ、うん、ちょっと待って、僕ら、ラジオ、トレミって言ってたのよ。うん、なんかわかんないけど。うん、それがよかったなと思って。今回スイカ。スイカ3文字。まあ、語呂的にドレミって言ったらスイカじゃないかもね。あ、スイカじゃない。うん。で、ちょっと試していくわ。あれ。これ見つけていこう。その。いや、そうね。あなたはね。史上初のラジオできるようになるまで、うん、この3文字。おすすめ3文字を。極めていく。でも、バイニャーとかもさ、固定された感じあるし、いや、あれ俺さ、終わり方、うん、その渋谷くんに、うん、なんか適当すぎるだろって言われて、俺、そう、自分たちはね、 あなたがね、そう、俺がで、その覚えてるって言われて、うんうん、やっぱ覚えてなかった、うん、から本当に、そう、確定させる何かやっぱ見つけて、え、でも俺だいぶ良かったけどね、なんつってた、俺売り買いバイバイ、あ、売り買いで、その回はその最後をちゃんとあなたの方も決めようっていう回でもあったのよ、あ、そうだ、で俺バイニャーで、あなたが売り買いバイバイ、なんだその適当なこと言うから、うん、たまにね間違ってシコシコシコとか言っちゃうわけよ、あなたも、うん、じゃなくてなんか売り買いバイバイにすればつって、あ、ちょっといいなって話して、バイニャー売り買いバイバイで終わってた、あ、そういうことか、確か、あ、なよかったけどね、売り買いバイバイはちょっと俺自分でラジオあげるじゃん、うん、だからその聞くのよ、で、まあ途中飛ばしたりとかして、うんうんうん、この話したら、うんうんうん、やっぱ前回タイトルつけるの難かったもんね、もうずっと最後のそのなんか何言ってるか分かんない、ずっと俺もなんだこのタイトルって思ったけど、うん、ちょっと納得したもん、途中で変えようかと思った、変えようかと思ったけど、おい、あの聞かないうちはね、うん、聞いてから、うん、あ、まあこうだな、まあこの2つしかっ思ったなっていう、そう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 、難かったね、まあまあ確かにね、いや申し訳ないですよ、じゃないんだよ、その始まりがダメなんじゃん、それが失敗してたじゃん、ここ4、5回くらい、本当にこれがじゃないんだよ、したい話があるのがやばかったじゃん、あ、本当にこれがやばかったんだって、あ、そうか、うん、まあってことなんですけども、うん、その、うん、俺の家に、うん、まあ、ついにその後輩のおサホボンド、あら、千春のサホボンド、千春っすね、このラジオにも出てくれた千春のサホボンドがそのシェアハウスする、一緒に住むってなって、ああ、俺の部屋に入ってきたの、すごいね、サホがついにあの部屋に居住人が増えた、そうで、入居当日、うん、そのもうあいつバカだから、やっぱそのみんな敷布団なの、うん、先輩たちがね、うん、の中で自分だけマットレスに組み立て式ベッドぶち込んでいって、いや、いいじゃん、畳の部屋によ、うん、いいじゃん、いいじゃん、いや、そう、後ついたらどうすんだよと、あ、まあ確かにね、それはそうか、まあでもいっかってなって、うん、まあ、じゃあ、ちょっと今あの部屋にベッドあんの、あの、ベッド、マジ、いや、そうよ、と真ん中にジャンタク置いて、俺だけ畳の上に、うん、あの掛け布団っていう、その何、え、もはや布団もない、俺布団捨てた、なんで、掛け布団捨てた、
いや、あ、カビた。いや、じゃあお前衛生管理悪すぎるって。あの、いや違う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 、たまに聞くよあなたに。いや、マハの生活態度汚すぎるって。その渋谷君にも高井君にもたまに聞く。うん、生活で忘れてマジで汚い。だからあいつ最近臭いでしょ、うん、あいつ洗濯物も、うん、あの柔軟剤とか洗剤とか入れずに洗濯してそのまま来たりすんだよって。あいつまあ空干し空洗い、ね、うん、でと、うん、荷物洗濯物として隣に置いておくと俺の荷物も、うん、俺の物まで、うん、臭くなっていくからやめてほしいと思ってるんだって言ってたもん高井君。違う違う違う、あいつらがヤバいんだって。なんでだよあいつらの話。カッコーっていう技使うのよ。カッコーカッコーカッコーって技使って。鳥鳥のまあその俺の洗濯物の中に自分の洗濯物を忍ばすね、うん、で洗わせて、その洗い終わったら回収するっていう格好って言われて、あで友達に受ければいいわけだ。そう、柔軟性とかも入れずに洗濯してるあなたから。で、ある時そのヤッシーがその、うんうんうん、いいよもう俺の柔軟剤と洗剤使えよっつって、うんうん、マジごめんねっつってもうバババってやって、うんうん、洗い物終わったら、お前にただで使わせるわけねえだろっつって、その自分の服とかだけこう持ってって、うん、うわ格好だなこういうやつ。え、カッコってそうなんだっけ。そう、カッコは。そういう習性あるんだっけ。子供を育てさせるんだっけ。そう。で、カッコはやられたりすんだ。カッコやられたりすんだ、お前。かわいそうに。で、作法は作法で。うん。その、まあ、入って2週間よ。おー、どうなの？毎晩よ。うん。毎晩麻雀してんだよ。で、俺はもう疲れてるから、もう寝んの。まあ、そうな、あなた疲れてるよね。の中、電気バチバチってこうつけて、うん、あ、シュさん、あの、タイさん、ちょ、マージャンやりましょうって言って、マージャン、ジャレンジャレって始めて。え、高木くんとシュも出てくんの？出てくる？え、入ってって、そう、やんのよ。やんの？あの二人も。うん。やばっ。で、その、俺さすがに言ったのよ。うん。そう。いつまでマージャンやってんねんと。うん。寝てくれよって言ったら、うん、俺もそう思う。俺もそう思うみたいな、そのバカみたいな返答しか聞こえないから、もう無視して寝るっていう。寝れんの？だってそれは。いや、もう俺は寝れるようになったの。いや、俺もうあなたの部屋で、うん、その俺もその掛け布団だけで寝た時あるけど、うん、畳っつっても無理よさすがに、きつい。いや、もう寝れるようになってきてるよ。体がもう2年間だって俺こうだよ。いや、最初掛け布団あったじゃん。あ、まあ、敷布団あったじゃん。あったけど、でも1年ぐらいで取って。え、そうなの。でも最近だから掛け布団をやばかも敷布団にして半分で、そのあの玉卵とじみたいな。そうそう、寝るみたいな。卵とじってそうなんだ。卵とじって言ってる俺は。あ、そうなんだ。あれは卵とじで寝てる。ぐで玉みたいなね。そう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 、みたいな寝方して。そんな可愛くねえだろ。でもぐでってちょっと待ってくれよ、お前悲しすぎるって今そんなになってんの。そう、まあそっか。いや、なんか最近お前不機嫌な時多いなって思ってんだよ俺。うん、まあちょっとしょうがないか、なんか。でもなんか、まあそっか。で、サホがさ、うん、毎朝っていうか毎回言うなよと、うんうん、俺はこの家でまだ3時間しか寝てないみたいな。そう、お前のせいよ、毎回言うお前が起きてマージャンしてるからだって。そうある時なんか、うんうんうん、その俺が次の日バイトだから、マージャン俺できないわ、ごめんねって言って寝て、うんうんうん、まあ、ずっとマージャンジャラジャラして、うん、4時ぐらいまであいつら。で、俺寝たのよ、まあ、どっかで、うんうんうん、で、起きて、うん、真っ暗になってたね、部屋は。あ、みんな寝たんだと思って、うん、で、ちょっと時間確認したら5時半。俺6時半からバイト、家出ないといけない時ぐらいで、で、体育たちがそのはははって笑いながらもう一回部屋入ってきて、5時半にパパってこうまた部屋の電気つけて喋り出した時、俺いよいよこいつらは殺しに来てると思って。それあんた俺見た、俺の時みたいにブチ切れないの？そのなんか物、物をガーンと思いっきり下にさ、うん、投げてさ、うん、とかで下打ちだけしてさ、部屋出てくとかしないの、うん、あなた。いや、それはしない。俺、してねえよ、そんな。いや、してないわ、嘘つく。お前じゃないんだから。え、してないわ、嘘つくだよ。いや、まあ、してないわ、嘘だけど。まあ、でも、そこまではなんないよ。手とかに張り手する、木とかに張り手するじゃん、お前。バーって。わさ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 って。え、その、物投げるとかじゃないのと思うもん、たまに。その、コンクリートとかに、うーんってやったりするじゃん、お前。ほっと、コンクリートのさ、その、あれによ。建物とかにさ。やって、なるべく被害ないように、うん、やっぱ全てを発散したいと思った時ね。俺が笑じちゃう。結局の張り手ね。そのね、そのまあ緊張感ある時だからさ、もう笑っちゃう時あるよ。そのさすがにそれはちょっと張り手って思った時あるもんね。一回だけ。グーはやっぱ痛いから、ってこうやるしかないから。来たって。それやったらいいじゃん。さすがにビビるって。いやでもそこまででもないのよ。じゃあやっぱ若いよお前が。だから、その、ちょっと言うぐらいよ。
前ら寝かせろ。いやそれももうずっとこの部屋明るいわ。その芸人のそれはツッコミよ。いやでももうそういうのもしないとやっぱ本当にやっぱ悪くさせるわけ。でもさ、あなたから聞いた話でどこまで喋ってるか分かんないけどさ、うん、高木くんも渋谷くんも、うん、それぞれ1回ずつ発狂してるんでしょ、あの二人は。その発狂してるよ。高木くんは発狂してる。そう、俺の布団に火つけて、うん、その話まずいでしょ、さすがに。いやこれ大丈夫よ。タイ君がラジオでしてて、うんうん、そうでそのなんかそう全然大丈夫だって。渋谷君あれでしょ、あのみんなでさ住み始めてからすぐブレーカー落とされまくって発狂してでしょ、うん、そうで俺動画撮っといたのよ、うん、タイ君がそのブレーカー落としてキャキャキャって言って、うん、渋谷君の時給ゼロみたいな、うんうん、2時間やって時給をゼロにさせるっていう魔のゲームやってたの、うんうん、最近渋谷君に見せたらマジギレしてた。なんであいつだったんかっつって。いやそうっす。渋谷君切れてる動画ないの？いや渋谷君切れてる動画ない、マジすぎて。マジで見たいな、それだけ。いやもう怖いよ、ピリつく。いやそうでしょ、渋谷君大人だもん。でも、うん、たまに遠くからうわーって言われる時ある。なんでいやもう分かんない。なんでそれは。で大丈夫っすかって言ったら大丈夫。あいやうわー。え30歳の感触？感触。え見てらんないんだけど。いやあるよ全然。全然見てらんないじゃん、ペラス。あいつペラスは。ペラスの部屋の運営者見てらんないよ全然。たまにね、たまに。いやちゃんと人だなと思って、そういうとこはやっぱ。まあ確かにね、そう人じゃないみたいだもんね。ずっと喋りかけるとそのギャグみたいなしてくるからさ。あまあ喋、ね、り通じない時ある。喋り通じない時あるから。あいつ。あいつ知ってる。あいつ。いやでも本当にゲスは出るからね、渋谷君は。あそう。もう一番出世ガシャじゃん、あの家じゃん本当に。まあで、まあでも15期はその出世ガシャなんかポン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 変わるからね。なんで？誰かが一強とかないから。まあ確かにね。まあでも今のところまあ渋谷君っていうだけで。外のライブあったら俺らずっとじゃん、ずっと、まあ、みんな出てないから。いやまあそうね、それはそうね。だから俺らの勝って、まあ、そうね。そういやそれこそさ、まあ、そのまあ俺らちょっとこ前さ、うん、でもめちゃくちゃ嬉しいじゃん、もうパワーオブフリーとさ若手ドドドドド、うん、結構もう時期的にこう連続ぐらいでさ、うん、優勝させてもらってさ、うん、上のライブこう行けるようになったじゃん、うん、しかも若手ドドドドなんてさ、うん、U&C さんのライブのその、まあ、一番豪華なライブ出れるわけじゃん、うん、ちょっとどうだったその家の反響とかめっちゃ気になるんだけど。あいやでも俺から言ったのよ、うんうんうん、今日何してたって言われて、いやその若手ドドドドとバブリーでって。まあでもバブリーはまあ3位ぐらいでしたけど、でもまあ若手は優勝しましたって言ったら、うんうんうん、おすげえじゃん、まあ、そうよなさすがにみたいな。15組ぐらい面白い人いてたあれは。でまあ俺が、まあうん、まあそんなんじゃないですよ、まあ、うわって言ったぐらい。ダセって言ったぐらい。ダセお前喜べよ。俺研究室でクソほど研究室でクソほど喜んだからな俺。えあれそれこそ、あそう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 、あの後輩に、うん、あ佐藤さんそれもなんか優勝しましたねって言われて、うん、いやそうなのよっつって、うん、一番豪華なライブ出れるんだよめっちゃ嬉しくてみたいな。そしたら先輩も来て、お前の好感度開けに行かなくていいんだよ。俺だけ喜ぶ。いや俺だってその嬉しいなと思ってみんなに言ったのよ。でもみんなうん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 、でもおおすごいねって言われたら言われたんで引いちゃったってこと。そう言われたまあなんかじゃあ若いだけじゃねえかよお前。まあまあ、まあえでも普通にさ、サホとは仲いい？なんか喧嘩とかも別にね、そのパチとかされるぐらい。あ、まあそんぐらいかな。あ、そんぐらいか。いいじゃん、いいじゃん。ちゃんと主従関係作ってよ。いや、そうよ。ちょっと、今でも、うん、本当に、なんか同じみたいな。うん。主関係ない感じになってきてる。あ、ま、前までもほとんどそうだったしな。いや、そう。だから、ウエッシャー今、泣くやってる。あ、いいじゃん、いいじゃん。楽しみだね、サホの話とかもさしてくれるようになると。これからしていきたいなって。ねえ、めっちゃ楽しみだね。まあ、ラストでサホの話するなら、うん、その一緒にマック夜ご飯食べ行って、うん、で、あ、サホ何か売ってたら、山さんみたいな。おごりとかなくしましょう。おお。そう、これから、そう、一緒に住んでくれるので、まあ、気遣いますし、で、もし、もうピンチになったら助け合いましょうって言って。おお。サホ。いやそうかってありがとうごめんなって言って俺が2000円出して、うん、サホが1000円出して俺お釣りもらったのよ。うんうんうん。とサホから、そんな食ったのマックってか。あまあ2人で、まあ、そこで食ったのよ。ごめんごめん。でその後帰りコンビニ寄って、うんうんうん、まあでもお酒一杯ずつでも飲もうかって言って、うんうんうん、グジュースグジュースって言って早速、うん、早っと思って、えサホ早っって言ったら、うん、って笑ってるだけで、でまあ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 でもお酒一本なら200円ぐらい。まあまあまあだからまあそう、ね、そういいやって思ってこう出したら、うん、510ナンバーってタバコまで買いやがって。早いわあいつ。で毎回その飯食い行くたんびその話して、うん、タイ君に怒らしてるらしい。やべえあいつ。ちょっと金づるにされんなよ。
いやそうよ、危ねえ。 ATM だと思ってんじゃんお前のこと今んとこ。いや俺とか先輩たちはな。ああそうだね、先輩たちは。あいつやべえよ。いや頼みますよ。まだこれからね、まだ ねあなたも借金生活あるんですから。いやそうそう、頼みますよ本当に。え、いいじゃない、ロキちゃんのダイエット生活のあなたのその、え、いつは同居人増えた生活、それいつまでなの、同居人増えたのは。いつ、まあ2週間前ぐらいだ、10月1日とかじゃない。いつまで、あ、待て、でも1年ぐらいいんじゃない多分。あ、そうなんだ。そうそう、なんか最初聞いた話だと2ヶ月ぐらいとかなんかね。え、俺もそう言ってたんだけど、でも分かんない、10ヶ月って言い出して最近。じゃあもう1年じゃん。じゃあ1年だね。じゃあもう、そうそうそうあ、そうなんだ。いや楽しみですね。いや本当そう、ちょっとまた行きたいな俺も、あの家に。あ、全然来てもらってもね、そしたらまた来るし、ね、サポートでもまたラジオ、あー呼んでね、撮りたいですね、ぜひ。そうね、いやありがとうございます、ありがとうございます、こちらこそ。ちょっとロキちゃんもダイエット頑張るんで。あ、まあ頑張ってほしい。いやまあそうね、もう本当に何をまだ、うーん、腹減ったな、マック行きたいな。いや今マックの話でマック行きたいな、ちょっとした。それでもいいな、仙台駅5時で、仙台駅5時で朝マックで、あのあれあるじゃん、あなたが教えてくれた最高の朝マックあるじゃん。いや死ぬほどうまいけど、あれ5個、まあ贅沢な、あれ5個。いやでも多分1000円ぐらいでしょ、1000円ぐらい正直。お前お腹いっぱい食いたくなるって、あんな5個じゃ止まれねえよ。いや5個はお腹いっぱいになるって、さすがにお前。いや絶妙よお前。いや無理無理無理、お前何個でお腹いっぱいになる、普通に。でもあれ別にさ、あのマックのハンバーガーの1個ぐらいと変わんないじゃん、その量としては。マック何個でお腹いっぱいになる。お12。じゃあお前そんな食えないだろって、お前は別に。いや今で食えるよ12。え、その時はどんくらい買ったの、その1000円で。あ、3000円か2人で。いやでもハンバーガー2つずつと、うん、ポテ投げとか、あ、まあまあまあ、特大も1つとか。じゃあ無理だよ。いやでもお腹いっぱいじゃないよ。いやお前そんな食えないから別に。いや俺食えない。なんだよそれ、ダセーな。じゃあ今度トライアルしようぜ、金ある時。いや本当そうよ、マジで。俺とお前で一回本当に負けないから。俺勝ってた時期あんだから、お前に。まああった、本当にあったけど、今無理よ、今お前俺勝てないよ、今ちょっと無双してるもん俺。ちょっと、いやちょっとごめんなさい、ちょっとまあ本当にやりましょう、それは。いやそう、ここで報告しましょう、ちゃんと。いやそれもそう、うん、じゃあね、はい、バイニャーン、売り買い、バイバーイ。いいじゃん、いいか。